ドラゴンクエスト5天空の花嫁、実況者は DAL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。修道院じゃないのかなと思って来てみたんですけど、はい、不思議な鏡が祀られている南の塔に入りたい。あの塔の入り口は神に仕える乙女にしか開くことはできない。とはいえ、魔物の出る中、女の足であそこまで行くのはマリア。この人たちは私にとても親切にしてくださいました。今度は私の番。それに試したいのです。この私にもあの神の塔の扉が開かれるかどうか。さあ行きましょうか。ということでマリアが仲間になりました。あれ？あれベンチ座ってるの猫、ベビーパンサーみたいに見えるんだけど違う？これ気のせいかな。猫か単なる。じゃあまあせっかくなんでね、お休みしてから行きましょうか。ただですからね。ただより高いものはない。では例の神の塔までカットします。さてたどり着きました。塔を見上げて、マリアが塔を見上げて話し始めた。ここが神の塔ですね。私でお誓いになれると良いのですが。マリアはひざまずき手を合わせ神に祈った。おお。開きそうですね。おお、すげえマリア。行きましょう。あー、ここ思い出した、思い出したぞ。お、パパスとマッサじゃないこれ。魂の記憶が宿る場所とも言われているそうです。だからこそ全てを見通す不思議な鏡が祀られているのだとか。もしかしたらパパスとマッサはここで出会ったのかもしれませんね。ドラゴンキッズ4体。そう、ピエールにもねメタルキングの剣を装備させましたんで一気に強くなりました。メタルキングの盾ってすっげえ簡単に入手できるんですよ。剣すっげえ簡単に入手できるんですよ。スライムにもねつけれるんですけど、まあさすがにそこまではしなかったですけど、これはほんと助かりますね。じゃあ上行っていきますか。どんどん登っていきましょう。確かなかなかめんどくさい塔だった気がするな。うん、確か敵が厄介なんですよね、上に上がるにつれてね。何？誘う踊り。大丈夫だった。1ターンに2体確実に倒せるってのはうまいですね。ピエールと主人公でスライムにもつけたかったんですけどね。スライムガンガン行こうぜにしてるとスクルトしちゃうんじゃないかなと思ってね。まあ一応敬遠というか。ここは落ちた。見えない床があるんだと思ってたけど記憶違いだったかな。とりあえずじゃあ左か右か進んでみようか。右？なんかねアイテムもあったはずなんですけどね。まあそういう回収は後でできるんでね。くっそ今階段ちゃんと登れてればな。ビッグアイ氷の池あるだろう。先に倒しましょう。さまようよ強い。マリアさん回復役でやっててくれないのかな。ちょっとここで MP 消費か。ちょっと早い気もするけど、まあ主人公は回復以外 MP 使わないからな。ピエールが回復してくれてますね。うわー、エンカウント率もまあまあ、上に上がるにつれて強くなる説。マヌサ
釣られておった。まあまあまあ、すられてるんだ。ひょえ。補助的なやつも厄介ですね。マヌーサとか、まばゆい光とか、誘う踊りとかさ。ピエール8。能力値は全然上がんないんだな。壺か。嫌な予感がするな。おう、違った。魔法の聖水。魔導士。ギラ来たか。やっぱあったか。ピエールに魔法は効かないみたいですね、ほとんどね。特防が高いのかな。エンカウント率やばいでしょ。ビッグアイ怖いし。物質系とビッグアイで動く石像だったかな、確か。ビッグアイは何だったかな。獣とダークアイでビッグアイだったかな。まだ結構覚えてるもんですね、配合ね。ひょえー、エンカウント率ひょえー。さまよう鎧の先かな。あーでも攻撃されちゃいましたね。みんな様子見てますね。通常攻撃してくる場合もあると。なるほどなるほど。ビッグアイ仲間になる説あるよね、そういえば。一回仲間にできたらいいんですけどね。うん、あれ先に進めなくなった。積んだ。さあ迷う鎧厄介だな。炎風さいいよ。問題ない問題ない。よし、メラとかしなくていいんだけどな。 MP もったいねえな。259か。キアリこんまま。でもこれ絶対さ、こういうことではないよね。そうだよね、何かあるんでしょうね、仕掛けがね。とりあえずここ行ってみますか。まだ行ってない。宝箱がありそうですね。ドラゴンキッズ。エンカウント率がな、もうちょっと低ければなーって感じなんですけど。じゃあちょっと魔法の聖水使っちゃおうか。もったいない気もするけど。道具道具。え、ちげえ。魔法の聖水はあれじゃないですか、 MP 回復じゃないですか。間違った。普通に聖水あるかな。聖水聖水あった。何も起こらなかった。なぜ。650ゴールド。来る場所間違えましたかね。綺麗に上の方に上がれたと思ったんだけどな。ちょっと別ルートから見てみましょうか。やだな、下りたくないんだけどな。暑いっす。じゃあ次ここ行ってみようか。あ、なかった。じゃあこっちかな。うわー、キモいし。いやー強い。厄介すぎる。でもピエールですね。おお、目くらんでマヌサ状態でもか。すげえな。ひょえー。しかも普通に攻撃力高くないですかこいつ。インスペクター厄介だな。15、うまいですね。 HP うまうま。いいよ、回復しとこうかな。よし、これがまだ来てないとこなんですけど、これ落ちるだけ。特に何もなかった。あれ、やっぱ合ってたみたいですね、ここでね。何かが、何かが
何かの見落としがあるんでしょうね。そういうことですよね。メタルキングの剣つけてきてマジ正解でしたね、これよかった。何だ、何を見落としてるんだろう。行けるとこはここ直線しかもうない。お、一匹でも倒せればうまい。お前らだったら出てくるな。くっそ、ここ落ちる説はない、絶対ない。うドラゴンキッズピエールじゃない、ヘンリか。ナイス、ヘンリ先に攻撃してくれればなお良しだったんですけどね。はいはい、ピエール10まで来ましたね。いい感じいい感じ。こんだけ強くなればもうボス戦は苦労しないはず。右なし選択肢、左はいけない、こっち側は一緒ですね、いけないですね。なんか仕掛けがあるんだな、これな、なんだろうな。エビルプラント、やっか、悪そうな顔してますね。てか HP 高え、 HP じゃねえ、攻撃力高え。その代わりヒットポイントは低い。変に14まで来ましたか。どうすんだろうな、絶対何かあるな。話してみよう、とりあえず。見落としてる通路があるのか。大きな穴、大きな穴、落ちないように気をつける。落ちろってことか。これは苦労しそうですね。ほうほうほう、お、お、宝箱があるぞ。エビルプラント先倒したいな。主人公ダメ、遅いな、ちょっと遅いな。よしよしよし、これちょうど渡れるような道になってるんですね。あった、こういうことか。全然気づかなかったな。さすが早朝テンションだ。困ったもんだぜ。さまよう鎧も厄介だけど、エベルプラントも厄介。なんでピエール、そこは違うだろう。まずは強いのを倒すのが先決だよ。そうそうそう、よし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 、これ落ちたくないですね。慎重に行こう。よいしょ、オッケーオッケー。なんかもうラーの鏡ありそうな匂いするな。ビカイ、なんで体育座りしてんだよ、怖えなこいつら。よく見ればめちゃめちゃ怖い敵ですね。しかも左手でチョンってやっただけでそんなに食らうのか。魔物って怖えな、思えば。こんなやつ夜出てきたらマジ危険すぎる。鱗の盾、不思議な木の実。ラーの鏡はどこだ。鱗の盾をつけましょう。5、7、うん、ピエール。不思議な木の実はまあとりあえず主人公使っとこう。満タン。いけるのか。あ、いけるとこがありますね。よっ、ほい。こっちは行き止まりと、視点戻してまだ先に進めますね。 OKOK。 さあ、なんか相当高いとこまで来たんじゃないですか。それこそこの塔の一番上くらいまで来たような気がするけど。エビルプラント早いですね。絶対ボス戦あるんですけど、そのボス戦、
次のパートに回しましょう。回しましょうね。よし、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。ご視聴お疲れ様でした。次のパートでまたお会いしましょう。